なかなかね、今までなかったです。LED パレードチャンネル。 Amazon から届きましたリング型の LED、 こちら紹介したいと思います。早速開封していきます。はい、これすごいんですよ。はい、こんな感じですね。大きさ的には手のひら入るぐらい。私ね、これ LED のメガネを作ろうと思ってこれ2個買ったんですよね。裏にこういう風な端子の、ね、ハンダ付けで付けるとこありますんで付けていくと。ということでこれがね、なんと 5V で動く LED のリングなんです。これ なかなかね、今までなかったです。 12V ばっかりだったし、 5V もね、需要が増えたんでしょうね。で、5V ができたということです。はい、こちら、Waves の WS2812B16LED5V 円型リングフルカラーシリアル LED アドレッサブル LED、 長えなっていうやつでございまして、専用コントローラー等で動作しますと。で、1700万色フルカラー制御ができるって言ってね、これ1個。まあ要するにちょっとしたこ、まあ、色の三原色をこうじわゆっくり変えれるっていう、超微妙にね、いろいろ制御できるってことですね。で、外径が 68mm、 内径が 54mm ということで、まあ、一応ね、顔に当てるとこんな感じになります。見えますかね、こんな感じに。だからまあこれのちょっと大きめでもいいです。このぐらいでメガネで使えるってことですね。すいません、急に顔出てきてね。これで使えるってことです。じゃあコントローラーにもう早速つけてね、光るかどうか試したいと思いますね。やつでもう変えてるんですけど、はい、5V DOGND、 この通りにつければいいだけですね。こうと、GNO、 と DO につけます。つけました。で、こっちのこっち側にもつけときましょう。はい、一応これ1個の金額がですね、580円になります。それ580円無駄にはできないですから。赤を 5V にさせましょう。そのままつけてみて、これでついたらもう OK。 そしてここが白と入れると光るはずです。さしてみましょう。分かった、これ違うわ。あ、つきましたね。はい、ってことは、はい、5V にこの赤いやつつけます。分かんないときはこういう切れ端で試した方がいいですね。で、緑が DO、
これがインだ。DI の方だ。アウトじゃなくてインの方に緑やんなきゃ。外して、すみません、皆さん間違わないようにしてくださいね。つきました。どこに緑、緑って言ったらちょっと分かりづらいですけど、 DO じゃなくて DI に出なきゃいけないですね。で、まあ、5V には赤いやつですね。これで光るでしょう。やってみましょう。スイッチオン。おー、ついた。どういう風なパターン光るか、ぜひ見てください。結構明るいな。うわ、いいですね。めちゃくちゃあるな、これ、うん、でもまあ綺麗ですよね。ちょっと電気消してみましょうか。テレビと照明を消すとこんな感じですね。はい、照明を消すとこんな感じ。ものすごい照らすことできます、ね、これでこの2つ使って光るメガネ。しかもね、今までこれ 12V 使ってたんで、省電力で超長持ちすると思うんで、僕的には重宝します。これからね、このちょこっとついてるのが僕分かんないんですよね。インターネットのページ見たら、これがついてなければいらないってこと。ああ、ついてないな。これいらないやつですね。あ、取れた。じゃ、壊れてないかどうか一回試してみましょう。大丈夫です。バリ取っても大丈夫です。いろいろ使い道、コップのコースターとかも良さそうですね。これはコースター、ちょっと加工してないですけど、こういうアクリル板を敷いて、ね、こうやってこういうコースター。まあちょっとこれ陶器なんでね、あれなんですけど、普通にこのガラスだったらめっちゃ綺麗に光ると思う。580円ですから。で、コントローラーも前も紹介しました、あ、動画があるんですけど、コントローラー自体も600円もしくは580円ぐらいでありますんで、言ったらこれ1個光らせるために必要なやつ2つで、あとはまあバッテリーがあればいいんで、1200円でこれ作ることができます。ぜひ試してください。というわけで今日はですね、16個の LED がついてるリングのフルカラーシリアル LED、ね、こちらの紹介でございました。他の動画もぜひ見てください。以上 LED パレードでした。